ありがとうございます。さあ、おいしい。お、なんじゃい、なんじゃい、なんじゃい、むちゃウケるやんけ。おい、ちょろいね、今日は。おい、 R1 のお客さんじゃん、これ。やめなさい、やめなさい。はいはい。知り合いにさ、はあ、漁師さんがおんねんけど。ええー、そんなんいてんねや。うん、はあ。その人がさ、はあ、この前、本マグロの大トロをブロックでくれたんよ。熱っ、なんでなんか余っとんやー言ってた。余らんで、あのお前、金貨やぞ、あれ。ありがとうございます、言うて。大きいな、気前いいね。で、早速家持って帰ってさ、はあ、チラシ寿司にしたんよ。頭おかしいんか、お前、おい。ベロバブってんのか、お前は。やっぱうまいね。あ、そうな？あの、ちらし寿司の椎茸甘辛く炊いたやつ。あ、どうでもええわ。おい、どうでもええって。あ、椎茸ってあの味のまま地面から生えたやつ。ええわ、もう、おい。椎茸の話なんか聞きとないんじゃ、お前。何何？トロはい、トロ。トロはいい色やったよ。色合いでいるんだ、トロ、お前。そんな、りょうさん怒らはったやろ。なんかえらい怒ってはって。そらせやろ、お前。あ、ちらし寿司にしました、言うたら。はあ、頭おかしいんか、お前。せやで。カナダ足でベロあるたるか。言うてまいな、これ。本マグロの大トロいうのはな、一回炙んねや。しゃあね。しゃあ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 。油がこうじわー出てくる。ああ、しゃあ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 。それをケチャップにつけてくんがうまいや。頭おかしいんか、お前、おい。なあ。炙るんすか？ケチャップじゃ、おい。ケチャップはね、僕もね、チラシ寿司にかけたんです。お前ぶっかけてんの？ほんなら、錦糸卵と相まって、はあ、オムライスみたいになります。ならんわ、お前、おい。頭おかしいやないか、お前。頭おかしいやな、お前もおかしいねんで。でもめっちゃええ人で。ええ人はええ人ね。その帰りもさ、うん、ホタテくれて。ホタテ？ホタテ。でっかい殻付きのやつ。海底の、うん、なんでなんか余っとんやー余らんねや、お前。どこの海住んでんねん、お前。いや、ありがとうございます、言って。大きな気前でな。で、早速持って帰ってさ、うん、水着にしたんや。頭おかしいやないか、お前。やっぱ、ええー、ね。何がいいな。白が生えるね。生えへんねん、お前には。あんなバキバキのギャルの姉ちゃんしか入んねえよ、お前。あ、りょうさん怒らはったやろ。なんかまたえらい怒ってはってさ。そらせやろ。あ、水着にしました、言うたら。頭おかしいんか、お前。そうだよ、お前。カナダ足でベロあるたろか。今洗わんでねえよ。ホタテいうのはな、一回網で焼くんやと。シャーよ、シャーシャー。焼いたら、こう殻がこうじわー広がってくる。シャーシャーシャー、もうここだけの DVD 欲しいわ、すっきゃねえな。で、中身ポイってして、カスタネットにして遊ぶ。頭おかしいやないか、お前。ですよいしょ、うい、どうもこんばんは、ね、さあ、うん、毎日毎日さ、はい、400円払ってさ、はあ、やってられんやん。タバコかなかなんな、あれはもう、来る日も来る日も400円払ってさ、まあまあしゃあないからな、プリクラ取るわけやんか。えおい、え金なんぼあっても、えプリクラやってられへんやん。プリクラ撮ってんのお前。プリクラ撮るやんか。誰と？いや、一人でよ。一人で撮ってんの？俺プリ友おらんしさ。プリ友って何やねん。だからもう金何ぼあっても足らんからさ。足らんでええのお前は。もういっそのことさ、うん、俺プリクラの本体こうたったんや。こうたお前、おい、めちゃめちゃ高いであれ。めっちゃ高かったよ。新車のセルシオぐらいすんねんで、お前。セルシオぐらいした。セルシオこうたええのにお前。いやでもそんな毎日400円払うこと考えたらさ、うん、もうこうた方が安いな思ってさ。取らんでええねんお前、プリクラなんか。だから俺今家にプリクラ置いてんのよ。置いてんのお前、おい。よう入ったな、あんなでかいもん。めっちゃでかかったよ。ワンルームマンションやろお前、うん、ハイエースぐらいねんであれ。めっちゃでかかった。よう入ったね。お前車好きやな。みんな好きやろ。うん。もうギチギチや家。ギチギチなんや。すっぽり入ってさ。ほう。もう俺今家プリクラなってんの。家プリクラなの？え？もはや。もはや？プリクラ住んでんの？プリクラ住んでんの？どうなってんの家？いや玄関開けるやん。開けまんな。ほなあのプリクラのカーテンあんのよ。もうあんねや。もう。で撮影スペースや。撮影スペースで。で奥のカーテン開けたら、うん、もうお風呂。お風呂ね。うん。以上？以上？おい、お台所は？お台所はね、あってん。あったって何？もう行かれへんねん。埋まってんの？埋まってんねん。押し入れは？もう、確かに存在した。埋まってんのそれも、うん、埋まって持てる。落書きスペースは？落書きスペースはね、こうやったらギリギリいけんけど。ギリいけんねや、うん、ただシール排出口には行かれへん。何のために撮ってんのかおい、何のために撮ってる。でもプリクラ撮りまくってたら、うん、溢れてきて拾える時がある。そんなんちゃうねん、プリクラいつぞやのプリクラが出てくるとガチャガチャあらへんねんで、お前。でもあかんね。何がいいな。プリクラなんか家置いたらあかんわ。飽きまへんでな、あんなもん。もう取りまくってま。そういうことはおまへんねん、あんた。あんたもう。やったそういうことはおまへんねや、もう。俺、50枚ぐらい取ってんちゃうかな。1日で？いや、1時間で。取りすぎやって、お前。
パラパラ漫画やけそんなもん。だからもう電気代もさバカならんのよ。バカならんやろ、まあ、あれやっかましいしピカピカ光るし、あれちっちゃいドンキホーテだな。もう電気代をさ、うん、日割り計算したんよ、うん、だからどうも1日あたりさ、うん、500円かかって高なってるやん。おい毎日毎日さ、おい500円払ってやで、おいプリクラ取るやん、ゲーセン行けお前。おいやってられんからさ、うん、俺もういっそのことを風呂場改造して発電所にしちゃったんや。どうなってんのお前んち。おいえ、風呂どうなってんの。風呂俺んちの風呂今火力発電所なって。火力発電所なってんの。これでね電気代がゼロになったんや。嘘つけお前。いやほんまに嘘やろ。火力発電ってお前何燃料代めっちゃかかるって聞いたで俺。いや燃料は陽さんあるからさ。何取ったプリクラ全部燃やしてるから、ね、何のために取ってんのお前。おいプリクラ燃やして電気にして、うん、で電気でプリクラ取って、ほんでまたそれで燃料作って、ほんでまた電気にしてプリクラ取って。ちょっと待たんごお前。おい永久期間じゃん俺永遠のエネルギーって見るんだ、うん、燃やすやろ、うん、発電して、うん、え、じゃ、じゃ、あ、じゃ、ちょ、待って待って、え何のためにプリクラ取ってんの。いや、だから聞いてた、うん、燃料を作るためやつ。違うやろ、お前お前、楽しいプリクラ取りたいから買うたんやろ、お前。お前、俺楽しくプリクラ取りたいから買うたんやろ。なあ、お前、火力発電所のおっちゃんやけど、そんなもん。俺、発電所就職した思ってた。ちゃうで、お前プリクラ巻き発生装置ちゃうねんで、お前。俺、巻き発生装置って呼んでた。言うてた、お前。ちゃうで、お前。ちゃうんか。しかも、あれやで、お前、永久期間ちゃうわ。え永久期間ちゃうって。お前、プリクラの紙凍ってるやろ。お前、俺、プリクラの紙発注してる。発注して持てるやろ。永久期間ちゃうねんて。あかんわ。あ、しかもあれやで、お前。えお前んち賃貸やろ。お前、賃貸や。お前、風呂ぶっ壊して持てるやんけ。賃貸のに風呂ぶっ壊して持た。チーン。大喜利。あれどうも、金座。こんにちは。こんにちは。あねえ。ねえ。いやいや。俺さ、うん。あの究極のチャーハンを完成させたんよ。おいおう究極のチャーハン。そうよ。おいえお前見てわかると思うけど、うん、俺チャーハンバリバリ好きなんよ。あそうお見てわからんねんけどな。ちょっと教えてくれよ。教えようか。どんなもんやねん。あ教えるわ。頼むわ。今日は舞踏会、舞台はフライパン、本日の主役はキラキラに輝く宝石のようなお米たち。おいお前ラリってんのかお前。おいえ、何言ってんの？俺、あれやで。何？究極のチャーハンっていうポエム作ってる。おい、ポエムけ、お前、おい。いらんのや、ポエムなんか。いらんの？わし、レシピ聞ける思ったのに。レシピはポエム聞いてたら出てくるよ。なんでポエムなんか聞かなあかんねん。いや、俺、ポエムでしか言葉伝えることできへんねんな。おい、調子乗んなよ、ハゲ、お前、おい。まあ、ハゲてねえから、写経せよ、お前みたいなやつは。写経せなか。ああ、聞いてたら出てくんの？聞いといて。あ、わかったわ、ほら。ここは、チャーハン王が統治する、チャーハン王国。何それ。度重なる圧政の末、民衆の不満は募り、徐々に民主化の波が押し寄せていた。重い設定。そこで悪魔司祭米炒めテウスさん。ちょっと長なりそうやな。ちょっと長なりそうやな。そんな長ならんよ。これ尺どんぐらい。全8章ぐらい。ああ章の尺なんかあやふややねん。ちょっと分からんねや。あそう。ちょ分かりやすいさ、うん、原稿用紙で言うてよ。原稿用紙だと2キロか。重さが距離あ長さが余計分からんわ。あれ原稿用紙が並べたもんないから。あそうなの。あちょっと堪忍かちゃっちゃか火かけてくれへん。火かけんの。あ火かけまして。あ謎かけちゃうねん。謎かけなんか振るかいな。あんた今日浅草の寄席ないんやから。あよかった。俺謎かけなんかできへんからさ。せやろ。急に振られてもう頭が真っ白に燃え尽きかけたわ。火だけに。ねずっちです。おいねずっちですんな。おらしてた。うん謎なんか解かんでええねんお前。あそうか。そうよお前今謎解かんと卵解かなかもな。チャーハンレシピ言えよ。はよおいだるだるすんなお前。盛り上がってもって原稿用紙2キロあんのやろこれ。ちょっとちゃレシピのとこ言って。レシピ、うん、お米がパラパラと炒まってきたら、ほうここでバターを投入。いいバターなんか入れまんねんな。ういバターなんか入れまんねんな。おい何や喧嘩と受け取ってんのと言ったあなたの何や今日の運勢は占い絶好調ヤッピー。続いてのお便りです。ラジオなん。片岡ヘッドコーチこんにちは。誰やお前。私は今二塁にいます。おい集中せよほな。おい走るべき。おいおい何やここお前。何のラジオやん。ポエムの続きやん。どこがやのお前。変なコーチ出てくるしお前。原稿紙400字が2キロあんのやろ。そうやで。ちょちゃっちゃか言って。ちゃっちゃか飛ばしてちょうだい。飛ばそうか。レシピとか言って。バターがとろーりと溶けてきたら、はあ、とろーりといえば、はあ、ゴロリ。あもうええて。おい作って遊ぼうの神回といえば。ないわあれ全部一緒やねんやってること。川の下にガス管を通してライフラインを作るお話。おい神回やなお前。すごかったのか。2人で2人よ。行政やん。いやお前どうやって
ゴロリがキャドで図面引いて、あいつキャドできんねや、ワクワクさんがハサミ一本で地面掘り抜いて、腕どないなってんの、めっちゃかっこいい、腕パンパンやお前、すごいかやんけ腕、どないなってんねお前、すごいよ、それはちょっと面白そうすぎるから、ちょっと今度 DVD 焼いてくれよ、わしはちょっとレシピを聞いたんや今日、レシピ、そうよ頼むやん、あんたまだバターしか入ってんねんからマジで、そうよあんた、あそうか、完成させてちょうだい、オッケーオッケー、バターがとろーりと溶けてきたら、うん、いよいよ仕上げ、え少し寂しい、おい物語が終わってしまうのだから、でも大丈夫、心を痛めないで、だってチャーハンは心を痛めるものではなくお米を痛めるものなのだから、バターライスやないか、もう、すごい発見してさ、何がやん、大発見、何じゃやん、市民税あるやん、あるね、うん、うん、あれを払わんで済む方法、マジで、うん、おい発見してさ、合法、うん、合法、うん、まあ限りなく透明に近いグレー、うん、初めて、まあグレーなんやな、まあまあ、まあ、一応コーナーがついてる感じの、親は中さんで、親は中さんで大丈夫、教えてよ、うん、教えてよ、ガブガブ酒飲みたいな、ガブガブ飲みたいな、教えてちょうだい、その前にごめん、あれよ、何回やる、ちょっと背中かいえ、うん、ちょっと気になって喋られた、早くかけよお前、うん、早くかけよ、ちょっと届かんわ、えうん、届かん、お足変えたらお前、ちょっと後ろ向けよお前、いや、俺あんまそういう、あの、男に触られるのとか、うん、どの面出てるもんな、お前こんな機会やったら女芸人と組んだよ、ガタガタ言うなお前、あ、パパそうな、あ、おいじゃあこうするから、うん、お前かいとこぶつけたよ、ここに、お前の欲望を右手にぶつけてこいよ、わしの右手で気持ちになってんのお前、お茶の右手任せろ、やったるからおい、なあ、はい、食べてよ、あ、あ、あ、収まってきた、うん、喋れる、いける、いける、ちょっと教えてほしい、教えるわ、うん、まず住所を他府県に移すのよ、他府県に移すのね、引っ越さないから住民票の住所だけ移すね、移すだけ、ほんで同じ日のうちにまた住所戻すね、すぐ、うん、するとどうなるかっていうと、うん、ああ、かわいい、おい、おい、かいこと言ってたやんけ、お前、なんやねん、お前、無理や、どうして喋られる、おい、書いてあるって、お前、なあ、ね、書いてあるから、そういう問題じゃない、なんやねん、中入った、中入ったって、何がやねん、かゆみが、中入った、中入った、心臓、心臓かゆみ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 、左心房は、左心房は壊死してるから、死んでんちゃうけど、おい、なんやねん、じゃあ、俺、ちょっと裏から、登山の方持ってきて、お前、心臓ついてるから、いや、死んでる、死んでる、死んでる、もっと優しく、なんか、孫の手かなんかで、直接こう、そっちの方が死ぬかも、おい、こじってそっちの方が死んでまうってお前な、えあかんってお前、死んでまうから、うん、あ、俺あれや、あの普段に今無比置いてるから、無比なんか機械やろお前、ちょっと無比ガム飲みしてくれ、それ一番死ぬお前、どうも、どうも金属バットです、まあ、んんお願いします、いやーね、うん、しかしあれやね、何じゃい、痴漢あかんね、痴漢あかん、うんま痴漢あかんわ、痴漢あかん、うん、痴漢はあかん、痴漢あかん、痴漢あかん、あかん、あかん、痴漢はあかん、痴漢あかん、あかん、痴漢痴漢あかん、あかん、あかん、痴漢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 ルール決めよ、せやな、あわけわからへんな、うん、盛り上がらねえから、せやわけわからへんわ、わからんままやってるから、あちょっとな、痴漢がややこしいから、はあ、こうと呼ぶことにしよう、えで、あかんがややこしいから、はあ、おつと呼ぶことにしようか、ややこしいってそっちの方が、でこうとおつが連なった時、まあ言うたらうまいこと言った時な、おう、うまいもんやから、おでんと呼ぶ、ちょっと待って、おいおい、ちょっとおいおつがおでんになった時、わけわからへんって、おいややこしなってんのお前の方が、えなんかおでんの契約書書いてるみたいになってるわそう、まあ、わけわからへんわお前、あそうせやでお前、いやとにかく痴漢はあかんのよ、痴漢あかん、ほんまに痴漢あかん、ほんまに痴漢あかん、痴漢あかん、うん、あちょっと待って、え痴漢あかん、めっちゃ早ない、痴漢あかん、いやそんな早ないけど、いっちゃ早いやろ俺、いや俺の方が早いんちゃう、マジで、うん、言うてみて、パン、早っ、お早いなお前、はい、ずるいってそのガンやん、そんなあれやったらお前チャンってほら、いやそれはチャンって言うてる、いやお前ガンやんけ、俺ちゃんと言うてる、何、パン、チャン、パン、チャン、パン、チャ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 ン、
ルール決めよう。言えてもおい、ルールええて。ルール決めます。ルールええねんて。まずガがややこしいため、ややこしいアルファと呼ぶことにします。ややこしいって。ジャがややこしいためベータと呼ぶことにします。アルファとベータが連なった時のことをガンマと呼ぶ。もう訳分からへんのやめてくれ。お前化学反応みたいなこと言ってるやん。なんやねんお前。えちゃうからもう時間もあらんねんで、これ。あ、そうな。漫才の段取りもあるし、これ何言わなあかんこと3つあんのよ、あんた。あ、3つあんの。せやで、あんた。あ、そうな。うん、まあまあとにかくさ、うん、痴漢はあかんのよ。痴漢はあかんな。うん、現状さ、うん、痴漢し放題みたいになってるからさ、うもう警察としては、うん、もう絶対に負けられない戦いとして挑んでほしいよな。うん、これはあくまで個人の感想やけど。マジシャンか、ういっしゃどうも、金属バットです。どうも、お願いします。いやいや、いや何をかっこいい感じですね。いやね、あんなちゃいます。これが富士の横。いやいやいや、ゲボですよ、わしら、ほんまにね。いやいやいや、どうも、金属バットです、お願いします。どうも、こんばんは、おめでとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。TV、本当にね、ラッキーラッキー TV、 よいしょ、 TV でございます、ね。いや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 、ちょっとさ、へ、ちょっとほんま恥ずかしいんやけどさ、よいしょ、俺あのことわざをさ、うん、全然知らんくてさ。あら、え、年こいて恥ずかしいやっちゃで。いや、そうなんよ。一個も知らんの。なんか一個だけ知ってんねんけど、はあ、それの意味すら分かってなくて。あら、あんなもん意味知らんと意味ないからね。いや、そうやな。あ、わしよけ知ってるか教えてあるよ。あ、ほんまに。あ、あんた何知ってんの。あの東大デモクラシーってやつないの。だいぶ間違えてんね、あんた。なんやそれ、東大の民主化みたいな。え、な、違うの。え、 あれ東大元暮らしやで。あ、元暮らしっていうか、ね、あれしゃで。え、それどういう意味なんや。あれ何でしょうね、まあ近場の門ほど気づきにくいみたいなこっちゃね。あー、じゃああれか、はあ、なんか指先かゆいな思ってさ、はあ、こう書いてたらさ、はあ、全然気持ちよくならんくて、はあ、あれ思って肘書いたら、はあ、いや肘がかゆかったんかいのやつか。ちょ、分からない、今の何。今のわかった、理解した、理解した。何今の。要は身近なもんほど気づきにくいってことやんな。まあまあしゃあねんけど。分かった分かった分かった。ほんまに。ちょっと他のやつも教えてよ。他なんでしょうね、うん、まあ豚に真珠とか猫に小判とか。それは何や、どういう意味や。あ、知らん知らん。それね、まあ価値あるもんでも価値分かってないやつに渡したら意味ないよみたいなこっちゃね。ああ、じゃああれか。何や、デブやのにニューバランス履いてるみたいなこと。偏見やわそれは。かまへんねん、あれは。あ、いいんか。あ、豚吐いたかてかまへんねんから。あ、そうか。シャワーで、お前。あれか。なんや。グリーン車乗ってるガキか。口悪いな、お前、おい。え、口悪いな、お前、おい。いや、合ってるんやんな。合ってんねん、やめろ、お前。合ってんやんな。こんなガキ見てんねんから、やめろ、お前は。そうよ。気付けて、ほんとに嫌やね。他のやつも教えて。他、なんでしょう、うん、まあ、火のないとこに煙は立たぬみたいなのあんねんけど。あ、俺、それ意味知ってるわ。嘘やん。知ってる、知ってる。え、言うてみて。あれやろ、うん、TKO さんやろ。やめろや、お前、おい。やめろ、お前、おい。あん時、噂聞いてた。噂すごかったけど、もうペットボトルの形を煙立ってたけど、お前。やめな、はるやん。ちょっと教えたないな、お前。教えてよ。いやいや、お前、下の子怖いね。いや、もう言わん、もう言わんから。ほんまに？もう言わん。まあまあまあ、仏の顔も三度まで言いますからね。まあ、せやな。うん。じゃあ、他のやつ教えて。あとは何でしょうね、まあ、孫にも衣装っていうのがあんねんけど。孫にも衣装？うん。え、それどういう意味や？これね、どんなボンクラでも、まあ、カッコだけちゃんとしたら見れるようになれるよ、みたいなこっちゃね。あー、じゃああれか。なんや。なんか、うまくもないくせにさ、はあ、なんかレアチャーシューとか乗っけてさ、こう見た目気にしてさ、はあ、で、合うんやったらいいよ。はあ、合いもせんのにさ、はあ、なんか紫玉ねぎとか乗っけてさ、はあ、で、普通に T シャツ着たらいいのにさ、うん、コック服着てシェフぶってる大阪のお前んちの近くのラーメン屋やろ。やめろや、お前、おい。あっこな、やっぱりやんけ。やめろや、お前、おい。え、あっこようチャリ止めんねん、俺。チャリ止めんの。言うなよ、お前。堪忍しても。他のやつ教えて。他何でしょう、まあ月とすっぽんっていうのがあんねんけど。月とすっぽん、はあ、どういう意味。これ月とすっぽん、どっちもまあ丸いもん同士やけど、うん、まあ全然ちゃいますみたいなこっちゃね。ああ、じゃああれか。なんや、滋賀県と佐賀県か。どっちが月や、それ。おい、ダブルですっぽんや。わしすっぽんの池見てんや、ことは。あれか。なんや、おじいちゃんとおばあちゃんか。それもどっちも欲しいや、おい。どっちも欲しい。どっちも欲しいや。あ、あれか。なんや、お父さんとお母さんか。ダブルで月や、それは。どっちも月やろ、こんなもん、お前。いや、うち母子家庭なんやけどさ。家庭によるね。よいしょ、ほい。よいしょ、よいしょ。他のやつ教えて。他はね、うん、鬼に金棒みたいなのがあんねんけど。鬼に金棒、どういう意味。まあ鬼みたいな、ただでさえ強いのにこれ来たらもっと強くなっちゃうよみたいなこっちゃね。ああ、じゃああれか。なんや、パチンコ屋の中に ATM あるみたいなことか。それは飛んで火にいる夏の虫やね。飛んで火にいる夏の虫。え、飛んで火にいる夏の虫ってどういう意味。ちな、もう危ないって分かってねんけど、ついつい飛び込んじゃうみたいなこっちゃね。ああ、ワクチンね。思想強い、お前。おいおい、あれやんな。
あんたそっちなんかいな、お前。おい、なんか噂で聞いてたから。いろんな噂あるけどね、みんな違って全部かまへんけど、あんたちょっとやめて、怖いこと言うの。ごめんごめん、堪忍してお前。じゃ他のやつ教えて。他何でしょう、まあ、嘘も方便っちゅうのがあんねんけど。あれそっちがワクチンか。やめてくれよお前。おい、どないしたんハゲコラお前。おい、どないしてお前。おい、噂聞いた。噂あるけど、いろんな噂な。なんやねん、あれマイクロチップ入ってるみたいな噂。なんやろお前。あったあった。あんなもん入れんやったらイコカとかスイカ入れてくれよな。ほらもう手突っ込んだだけで電車乗れんねん。でお前めっちゃええよ。で手かかしてチャージしてな、うわ1万入れたら重なったでみたいな。バーン殴った、最悪や、990円減ったやけんって。めちゃめちゃ危ねえやんけお前。えっ、要するにさ、うん、嘘も方便ってのは、うん、腕にイコカを入れるって意味か。全然違うよ。違うわけあるかいなお前。これ違うやったらちょっと意味分からんねんけど俺。あんたこんな意味覚えなあかんねんで。いやそうやんな。意味覚えてへんかったらお前ホットケ作って魂込めずみたいなことやねんから。まあせやな、うん、ちょっとさもっと簡単なやつ教えてよ。もっと簡単な早口言葉言うたらお前、お前わし早口言葉言うてるれんけお前。おい断せ、断せへんけ。間違ってるから。お前がいらんこと言うからマイクロチップバグってへんけお前。おい、ことわざ言うな、ハゲ。ことわざ、ことわざやね。こんなんもことわざで実はあんのよ。え、実はあんの。こんなんもちゃんとあんねんね。おますね。何なんかもう猿も木から落ちるとか、工房も筆の誤りみたいなね。おますねんな、あれ。それはどういう意味や。っちゅうのは、まあ、なんぼ達者な人でも、できる人でもたまには失敗しちゃうよ、みたいな。あー、賞レースの時のザ・漫才だよ。やめろよ、お前、おい。やめろ、お前。あれな。どこでいじってんねん、お前、おい。本拠じゃないけ、ここ。あれ、あんま盛り上がってなかった。盛り上がらなかった、あれは。あんま見てなかった、みんなやめろ、お前。違うなよ、ほんなもんね。これは私怒ってんじゃないよ。あ、そうなの。あなたために言ってんのよ。あ、そうそうよ、これ。わかりました、ごめんなさい。これはもう地獄で仏にあったみたいなことじゃないから。まあ、せやな。ちょっといっちゃん言うねん。お前、仏シリーズ聞かへんの意味、おい。え、わしの仏3連発全然意味聞かへんやんけ。いや、そりゃ意味なんか聞かへんやろ、お前。なんで仏のやつ意味聞かへんねん。いや、そりゃそうやろ、お前。知らぬが仏って言いますからね。うえ、いや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 。これオチですね。いや決まりましたね。決まりました。ふいふいふい、6分帰りましょう。どうも金属バットです。お願いします。お願いします。ね、さ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え？等身大のやつ。え？でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え？ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え？走ってどっか行ってもうたんよ。は？最近街で俺見てない。ちょっと待って、何言ってんのお前。な、自分の等身大のラジコン作ったん。うん、何それ、何でそんなの作ったん。俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん。うん、でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやねん。絶対ちゃうだよね。ほんまに。どうやないかお前みたいな。もう見てない、街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た。うん、なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てんけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁。はあ、それは俺やな。ガチもんな。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんの、パン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのにきしょいなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り。真っ黒のやつ。やった、見たわ。見た。見た、漆塗りのお前やった、見たわ。見た。うん。どこで？ネットオークション出たわ。売られてんの。え？仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの？仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てんな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。嘘ないわお前。おい、取り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ。ほんならもうええわ。なんでや。仏だけにほっとけ言うて。うえ。ほっとけ。うら。どうも金属バットです。どうも、お願いします。お願いします。ね、さ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え？等身大のやつ。え？でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え？ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え？走ってどっか行ってもうたんよ。は？最近街で俺見てない。ちょっと待って、何言ってんのお前。何、自分の等身大のラジコン作ったん。うん、何それ、何でそんなの作ったん。俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうな。うん、でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやねん。絶対ちゃうだよお前。ほんまに。どうやないかお前みたいな。もう見てない、街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た。うん、なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁。はあ、それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのにきしょいなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り。真っ黒のやつ。
やった、見たわ。見た見た、漆塗りのお前やったら見たわ。見た、うん。どこでネットオークション出たわ。売られてんの、え、仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの。仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てな、あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。そんなんええわ、お前。おい、振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ、うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけに、ほっとけ、言うて。うえ。ホットケーキ。うらっしゃ。いやいや。あのさ、うい。お前さ、うん。鶴が罠にかかってたから、ほう。助けてあげたよな。ほう。ほんなその日の晩にさ、ほう。知らん女の人が家にずかずか入ってきて、え？私がいいと言うまで、絶対にこの扉を開けないでください。おい、鶴やんけお前、鶴の恩返しやんけ。って言うて、ほう。ガラス戸をパタンって閉めた。ギャン見えちゃうのお前。ギャン見えやギャンギャンに見えてるやんけ。で、そっからその鶴さ、はあ、半年以上家おんの。いつまでいてんねん、お前。たまらんの。たまらんな。そうよ。あんたんちワンルームマンションやろ。そうなんよ。なあ。だから俺ずーっと玄関で暮らしてる。おい、邪魔やな。めっちゃ邪魔なんや。生活できへんやんけ。ほんまやで。なあ。だから洗濯機とかもさ、鶴の部屋にあってできへんねんな。難儀やな。だからこの前さ、はあ、川へ洗濯行ってさ。追い出せや、もう。ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、え、その横で亀がいじめられてる。どこ住んでんねんお前。あれお前住所大阪府おとぎの国やったっけ。とりあえず亀助けたらなあかんやこれ。かわいそうやな亀。めっちゃひどいよ。何がい。大人が集団でさ。大人かいな。さすまた持ってさ。うわ、ワニ亀いじめとんの。あ、駆除やそれ。え、駆除や。あ、駆除してる。外来種やから。あ、外来種か。あんた怒られたやろ。邪魔しないでください。役所の人や。もうこれ以上俺ら役所怒らしたらあかんねや。怒らした。うん。桃呼ばれよ桃。いや桃がそれが流れてってもうてさ。なんじゃお前おい。で俺とぼとぼ帰ってたらさ、ほう、地面からほう光る竹が生えてて、え、でその横で亀がいじめ。亀ええわお前もう。え、ワニ亀っしょ。なんかなオレンジの鉢巻き巻いてヌンチャク振りましたよ。おいタートルズやないかほらお前。あれ外来種やけど。あ、そう。液状やから。あ、液状。ほっといたんや。竹竹な。で竹割ったらさ中からガキ出そうやな。おい言葉って悪いよ。あ、そう、ちゃんと言ってちゃんと。非納税者です。あ、ちゃんと言い過ぎやお前。ちゃんと言い過ぎ。でこう割れるかなと思って頑張ってねじってたんや。割れまへんであれ硬いんやから。ほなら、うん、一瞬だけ真っ赤に光って、うん、光らんくなってんな。バットです。お願いします。じゃあどうもバットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。同じ絵づらいねあんたね。ねえ、僕ら金属バット言いましてね、はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら二人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、うん、有名なもんがありまして。有名なもん、大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねえ。ちょっとね、何嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何ハープとティアラの街です。そうなんです。すみませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。ね、で、うん、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友達ですね。うん、見たわかると思いますけど。見たわかりますかね。わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん、僕ら This is 漫才師です。This is 漫才師。うん、お、いいね。うん。ザットイズ漫才師。ザットイズ。うん。違うんちゃうか。フーイズ漫才師。フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか、うん、これぞ漫才師。なんかな、漫才師のご両人。ご両人です僕ら、漫才師のご両人です。ご両人でやらせてもらってて、こんばんは。漫才師ってね、うん、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん。むちゃめちゃざっくり言うたな。省き倒したらそうやな。つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやでそこ。あ、そう。信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級であんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてきた。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休むようちゃうねあれ。舐めとんであれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前おい。何やねんあれ。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。そうなん？
おお、そうなん、めっちゃ大変やで、いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあ、じゃあコント師はさ、100歩譲って許すねんけど、うん、偉そうやの。問題はよ、うん、あの落語家どもよ。おいおいお前、おいおい、あかんやろ、おい、まあ、出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで、おなんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前、おい、あれ、おい、舐めすぎやろ。ちょっと、え、小林、何、ちょっとお前、どうしたお前、どうした、こっちのセリフや。お前はどうした、え、落語家は、うん、舐めとんの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 ってやっぱ3桁年前のネタしてるからな何百年やってんねん、同じネタ。どんだけこすんねんお前、もう丸なってるよお前。そうや、丸やで、玉やろあんなもん、玉見せてるだけだよ、玉見せるだけあんなもん。なあ、あれ、なんや、ネタの途中熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろあいつらお前、落語家のアウターのことジャンバー、アウターって言ってんのお前ちゃうよなあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんな、そうやで、視野でほんまに、で暑いからすぐあれやろ、なんや、うちわで会うやろ、会うよね、あれむちゃむちゃしょんで、あいつらは。いやでもさ、俺はもうこうやってさずっと漫才続けてたらさ、うん、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いやもう立ってられんくなると思うねん。いけるってお前。いや今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな俺ら、うん、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、うもう立ってられへんよ。大丈夫やってお前。え、知ってるかお前。何、糸恋先生。糸恋先生、糸し恋し先生、おあの人らもう死ぬ間際前ネタしてはってんで。あ、そうそうよ。最後なんかお前楽屋な、2丁のピストル入ってきたん思って、腰曲がりすぎて、こんなの2丁拳銃入ってきたもん。バイクの前行ったらバチンってなる。バチンなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、そういや、うん、落語ってな、うん、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。あれ知ってるかお前、うん、そば食わんといかんねん。いや、そばぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよう。ほら、うん、ほら、おい、簡単やん、こんなん。見てみよお前、マックシェイク飲んでる音やんけそれ。おい、マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してるこれ。江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴らんのお前。一番痛いとこ殴らん。一番痛い、正中線、正中線どん突きお前。バチッいかれるのお前。それは嫌やな。せやで。そうか。でもあれよ、え、正座しちゃんといかんねん。いやあれ正座してんのあれ。何や思ってお前、掘りごたつじゃないの。えぐれてないねんか。あ、そう。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。俺ずっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。でお前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん、師匠と歩いてて、うん、おい、うん、おい、ハゲノスケ、うん、ハゲノスケお前、おい、ハゲノスケっていうのは俺でええんやな。お前、あ、そうやな。これや、え、これなんすか、これや、あ、プリクラですか。小顔ピースちゃうのお前、おい、そんなおもろい師匠おらんのお前。え、ハゲノスケあと5秒や、早く小顔ピースせなって。おらんの。おいじゃない、一生ついてくわそんな人。違うの、せやで。何、タバコ、タバコや、タバコ、タバコや。あとあるよ、街歩いててもん、おい、ハゲノスケお前、軍閥の樽やないけおい、軍閥の樽、おい、ごっくんボディや、おい、下品な言葉、おいおい、言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい、あげろすけ、早く、早く、なんすか、タマスダレや、タマスダレ、何にすんすか、タマ、ナンパやんけお前、タマスダレってナンパすんすか。ナンパ道具やろあれ、ナンパ道具、どうやってすんの、あの女の好きなもん作んねやろあれ。ああ、そうか、あれでタピオカとか作ったり、いやエグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか、バカもんやでお前。え、バカもん、バカもバーンやで、まあ、正中線、ああ五段突きをドン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 、正中線死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ落語家って。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんから無理やろ俺ら。めちゃめちゃすごいやから。それはきついな。せやで。じゃあまあ漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねんお前、もう楽したって。なんじゃこいつは。じゃあもうあれでよか。なんでか、座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。金属バットです。お願いします。あのさ、い、今日ちょっとええこと教えたら思ってさ。うわ、なに、あの国金で金を借りて返さんでいい方法。合法、合法、あっつ、何それ、おい、なんやそれ。聞きたい、聞きたいな、すげえな、何それ。うん、捕まれへんの。捕まれへん、捕まれへん、今んとこな、今んとこ、うん、ダッシュでパクったら噛まへんねや。大丈夫、あっつ、何それ、聞きたいな。あの、もう一個教えよう思ってることあんねんけど。何、今日はどっちかだけ教えよう思って、時間の尺的に、うん、いや国金でいけるな、うん、もう一個何、もう一個、マナカナの見分け方なんやけど。そっちやな。そっち聞きたいわ。こっちでいい、もう国金いらんわ。国金いい、あー、それ聞きたいわ。ほんまに、うん、マナカナの見分け方、じゃあ教えるわ。うん、無理やろあんな。まあまあ無理や言われてたんや。ほう、うん、みんなもう学者たちはもうプラーンってサジ投げたんや。ちゃんと、うん、ほんまにサジ投げんの、ほんまにサジ投げてた、
もうでも俺見っけてん。何？あのマナにはないんやけど、ほうカナのこの辺にほうちっちゃい顕微鏡で見なわからんほくろついてんのよ。え？うん。顕微鏡で見なわからん。顕微鏡で見なわからんほくろがついてんの。肉眼じゃ無理な。肉眼じゃ無理やねん。意味ないやないかこんなもん。いやでもあれやねん。なんやねん。中身が全然ちゃうんよ。喋りゃわかんねや。うん、喋ればわかる。ああ、教えてよ。マナは、はあ、料理が得意なんよ。いいね。うん。ああ、女な。料理できる女はええ女やから。ええ女やから。で、カナはさ、うん、料理せえへんのよ。クソやな。ああ、クソやわ。料理できる女はクソや。うん。っていうのもあれなんよ。なんや。カナは、うん、料理みたいなもんは、うん、下僕がやるもんって。ほんまにクソやんけ、お前、おい。教育を受けて。ガチモンのクソやないけ。だから別にしょうがない。カナが悪いわけじゃない。ほう。でもマナはさ、はあ、字が綺麗なんよ。字綺麗な女はね心が綺麗、うん、決まったんね、うん、でカナはさ、うん、文字が書かれへんもんもーなあいつ、うん、21世紀やで、うん、もんもーでも、いやでもそれはカナが悪いわけじゃなくて何がいいの教育が悪いどんな教育やねんお前さっきからお前え20歳超えねんだわかんねん学べよお前いやもうしょうがないよ、はあ、でマナは趣味がさ、はあ、あの油絵とかあらうんでフルートとかやねんああ優雅やねよろしゅうまんがな、うんはあ、でカナはさ、うんボート一本でバクチなんけおいええ女がボート一本でやらせてもらってるバクチ一本なんかお前クソやないけでさマナのさ好きな男性のタイプがさほう細マッチョがいいですいやーキャラらしいの、うん、あでも、うん、でも優しかったらいいですいやーキャラいいしなキャラらしいキャラいいしなカナの好きなタイプがさ、うん、もうちょっと人間では満足できんくてさえ馬一頭やん中間なんけおい大丈夫けお前おい馬行ってんねん太さで太さで問題で太さで行ってんねん馬の問題馬行っててんけど最近はそれ馬もやめて何や車のハマーのマフラー突っ込んでるどうなってんねんおいおい映画カーズの AV やんけそんなお前カーズの世界の AV やそれはカーズの世界の AV やな多分カーズの世界の循環 AV やそれカーズの世界での循環 AV やそれやわそうかもうマナをさ何やろな4文字熟語で例えると何やろな日露戦争え、うん、日露戦争ちゃうわ何や言うてもうてるわおい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 言うてもおばちゃんおいでマナを4文字熟語で例えると、うん、まあ何やろ彩色兼備ええがな、うん、月下美人とか月下美人とかうい文武両道文武両道いいですねよろしおまんがなでカナを4文字熟語で例えると聞いたよここで日露戦争が来たでバーン日露戦争日露戦争おもろいで2回目やからなおもろいのおいいけいけ日清戦争出たよ戦やでおいでベトナム戦争来たね4文字でもないねいいねおい重心サンダーライバーレースラ来ちゃったよおい面白いじゃないハマーザ・ジャックそれなんよハマー行ってるからよそれとかになってくんのよなってくんのかいな、うんうん、でもこんなカナにもいいとこは一個あんねんあるんけお前あんねんボロボロやないけあんのよ何もうマナに比べてちょっとだけ巨乳やねんおぱいかよお前、うん、今さら父なんかどうでもええわお前ただマナはそんなもんに負けへんぐらいのテクニックもあもういいですどうもありがとうございますどうも金属ワットですお願いしますさあほい今日ちょっとええこと教えたら思ってさうわ何国金で金を借りて返さんでいい方法合法合法あっつ何それおい何やそれ聞きたい聞きたいなすげえな何それ捕まらへんの捕まらへん捕まらへん今んとこな今んとこ、うん、ダッシュでパクったかまへんねや大丈夫あっつ何それ聞きたいなもう一個教えよう思ってることあんねんけど何今日はどっちかだけ教えよう思って時間の尺的に、うん、いや国金でいけるな、うん、もう一個何なんかマナカナの見分け方なんやけどそっちやなそっち聞きたいわこっちでいいもうこっきいなこっきいああそれ聞きたいわほんまにうんマナカナの見分け方じゃあ教えるわうん無理やろあんなまあまあ無理や言われてたんやほううんみんなもう学者たちはもうブラーンってサジ投げたんやちゃんとうんほんまにサジ投げんねほんまにサジ投げてたもうでも俺見っけてん何マナにはないんやけどほうカナのこの辺にほうちっちゃい顕微鏡で見なわからんほくろついてんのよ。え？うん。顕微鏡で見な。顕微鏡で見なわからんほくろがついてんの。肉眼じゃ無理な。肉眼じゃ無理やねん。意味ないやないかこんなもん。いやでもあれやねん。なんやねん。中身が全然ちゃうんよ。喋りゃわかんねや。うん。喋ればわかる。ああ教えてよ。マナは、はあ、料理が得意なんよ。いいね。うん。ああ女な。料理できる女はええ女やから。ええ女やから。ああ。
で、カナはさ、うん、料理せえへんのよ。クソやな。あクソや。料理できんのはクソや。うん。でもあれなんよ。なんや。カナは、うん、料理みたいなもんは、うん、下僕がやるもんって言う。ほんまにクソやんけ、お前、おい。教育を受けて。ガチモンのクソやないけ。だから別にしょうがない。カナが悪いわけじゃない。ほう。でもマナはさ、はあ、字が綺麗なんよ。字綺麗な女はね、心が綺麗、うん、決まったんね。うん。でカナはさ、うん、文字が書かれへんの。モンモーなあいつ、うん、21世紀やで、うん、モンモー、うん、いやでもそれはカナが悪いわけじゃなくて。何がいいの。教育が悪い。どんな教育やねんお前、さっきからお前。え、二十歳超えねえんだ、わかんねえ、学べよお前。いやもうしょうがないの、はあ、でマナは趣味がさ、はあ、あの油絵とか、あら、うん、でフルートとかやねん。ああ優雅やね、よろしいお漫画な、うん、はあ、でカナはさ、うん、ボート一本バクチなんけ、おい。ええ女がボート一本でやらせてもらってる。バクチ一本なんかお前クソやないけ。でさ、マナーのさ、好きな男性のタイプがさ、細マッチョがいいです。いやキャラしいの、うん、あでもでも優しかったらいいです。いやキャラいいしな、キャラしい、うん、キャラしな。で、あのカナの好きなタイプがさ、もうちょっと人間では満足できんくてさ、え、あの馬行っとんやん。中間なんけ、おい。大丈夫けお前、おい。馬行ってんねん。あの、太さで。太さで問題で。太さで行ってんねん、馬。問題、馬行っててんけど、最近はそれ、馬もやめて。何や。車のハマーのマフラー突っ込んでる。どうなってんねん、おい。おい。映画、カーズの AV やんけ、そんな、お前。カーズの世界の AV や、それは。カーズの世界の AV や。ああ多分カーズの世界の循環 AV や、それは。カーズの世界での循環 AV や。うん。それやわ。そうか。もうマナをさ、何やろな、四文字熟語で例えると、何やろな、日露戦争？え？うん、日露戦争ちゃうわ。何や？言うてもてるわ。おい、おいおい、おい言うてもてるわ。おばちゃん、おい。でマナを四文字熟語で例えると、うん、まあ何やろ、彩色兼備？映画な、うん。月下美人とか。月下美人とか。うい、うん。文武両道。文武両道。いいですね。よろしいお漫画な。で、あの、カナを四文字熟語で例えると、聞いたよ。ここで日露戦争が。来たで、バーン日露戦争。日露戦争。おもろいで、2回目やからな、おもろいの。おい。いけいけ。日清戦争。出たよ、戦やで、おい。で、ベトナム戦争。来たね、4文字でもないね、いいね、おい。重心サンダーライフ。レースラー来ちゃったよ、おい。面白いじゃない。ハマーザ・ジャック。それ何よ。ハマー行ってるからよ、これ。とかになってくんのよな。なってくんのかいな。うん。うん、でも、こんなカナにもいいとこは一個あんねん。あるんけ、お前。あんねん。ボロボロやないけ。あんのよ。何？もうマナに比べてちょっとだけ巨乳やねん。おぱいかよ、お前。うん、今さら父なんかどうでもええわ、お前。ただ、マナは、そんなもんに負けへんぐらいのテクニックも。あ、もういいです。どうもありがとうございました。あ、おかしい。これ、お前食ったやつや。インドのやつでしょ。ほんまにきついやつや。グラムじゃん、ああほんまや、インドのやっちゃうのこれ。それインド料理屋で食うた。食うたやな、お前言うてたやな。とんでもなくトラウマだったっ。とんでもないこれ。こんな量あんの。いや一個でいい。朝ごはん。いやえぐいんやろ。これえぐいよ。一キロもあんのこれ。おお、あーこれやこれやこれや。これですか。これ何なの一体。これ何なんやろな。何でできてんのこれ。一体何なんですかあなたは。なんか練乳的な味がした記憶はあんねん。甘いねや。もうほんまに甘い。口つぶれるぐらい甘いやろこれは。うん、その何が嫌やねんって思われがちやけど、うん、食うたわかる。あ、食うたわかる。ほんまにきつい。ちょっとなんかお皿からかぼれますね。でも2024年流行るって言われてるんですよ。誰が言ってるんですか。どっか見ました。誰なのその毎回予知するやつ。服とかもさ、ほらじわじわブームの兆しって感じ。兆しはもうだ青堀みたいなことでしょ。パチンコやったらけえへんやん。当たりの兆しが汚いやろ。これは流行んの。これってか何のために作ってんのか思うかな。好きな人がおるってことか。インドのやつだろ。うん、だインドの人食わはるんやない。食うんかな。うん、そんな感じじゃなかった。そのインド人も何その当時行ったインド料理屋の。え、これ食うの。いや、そんな感じだったで。草屋の感じだった。うん、え、おーおーって感じ。おお食べんねよ。チャレンジャー現れたみたいな。はい、言ってたそれ。え、言ってない。ニュアンスで。うん、リアクションの感じが。 ありがとうございます。はあ、なんかこっちは聞いたんや。なんか世界一甘いやつがあるって聞いたんですけど。あ、その噂聞いてたよな、うん、お前食べに行ったんかそれを。そうそう、トリオーガンさんって人ら。うん、行ってみましょうか。何これ。
こいつは何なの一体。何か分からへんねんな。何なんですかあなたは。うわあ、何でしょう、サーダーアンダギーみたいなことね。ははははちょっとじゃあ作ってみましょうか。七種類やとそれ、うん、うん、いやそんなにやでお前。あ、ほんまや、え何あれ、そんな甘ない。なんか普通のなんでしょう、うん、シナモン系の、うんうん、え、こんなもんじゃなかったよ。え、もっと甘かったお前は、うん、これじゃないんやな、缶詰じゃなかったんや、うん、作ってたんかな、そこ全然こんなもんじゃない。なんか普通のね、うん、うん、あんまり美味しくないお菓子。うん、うん、美味しくはないな。なあ、全然美味しくはないな。あ、もう全然こんなんじゃないよ。あ、ほんま、もう食えるもんな。うん、うえーじゃないもんな。うえーやった、あれなんか体熱なってきたけど、なんでしょうね。でも一応この缶詰が一番ポピュラーなやつらしいです。あ、これなんさ、うん、この食いもんでは、うん、缶詰ないな、ほんで。いや、ちょっと思うな、これはカルダモンの味か、これ。あ、うんうん、なんだろうな、辛いもん食べて食うとかなんかな、なんかな。美味しくないな。美味しくはないですね、これ。これ好きな人と仲良くなったら嫌やな。食べようかって言ってこれ開けられたらうっとしな。もうええってって言うな。この量どう保管すんの？なあこれ。何入れる？クックパッド。人が食トレンド予測2024年で今年注目のスイーツとして発表、はい、うん、なんでそんなノストラダムスみたいなやついてんすか、クックパッドに今年入るかもっていうの。兆しあった、入らせるってことでしょ。私たちが頑張ります、うん、いらんってこれ、美味しないってこれは流行らんと、これ流行らん、うまないなこれ。これをどうすんのやろな、だって見た目的にもさ。いや見た目はまあまあいいんじゃない、こんな感じは使いようがあるんじゃない。だって G ポップやん、こんな見た目。そうか、うん、ミスドの。濃いコーヒー欲しいな、うん、まあ、もしかしたらでも女子好きかもよ。あんまり好きですか、桜井さん。好きではあります。これまずいっすよ、でもちょっと一回冷静な甘いとかではなく、うん、まずいっすよ。グラフジャム、ジャム俺らの舌は信用ならんみたいからな。うん、ちょっと言ってください、こうまずいっすよ。あ、やっぱまずいって出るわ。これ、クックパッドね。要は見た目さえ良くなりゃ。どうですか、いけます。おー、いけんねや。ほんまかいな、いけますか。いや、何が入るかわからんもんな、確かに。うん、うん、韓国スイーツなんか一つもわからなかったもんな。うん、いけますってのは美味しいという意味ですか。いっぱいはいらない。あ、まあまあまあ、でもまだ好意的な、うん、そうやね。みんなグラムジャムを作るって言ってんな。うん、いいね、こんな作らんで。世界一甘いお菓子いくらだと思います、これ。え、これ缶詰1キロっしょ。1800円。あー、輸入してるし。あー、1200円。なんで近いとこ。そんなもん、お前ちょっとずらすよ。そんなもんやろ。なんぼですか。750円。安いけどいらん。インドの業数に売ってるやつやん。じゃいらんな。
アレンジはどないすんやろな。これこのままじゃもう無理やん。こいつは戦われへんな。うん、日本人の舌舐めんなよ。アレンジ。うん。2時間水で洗うとか書いてない。アレンジして美味しい。書いてます。あ、このグラブジャムのや。うんうんうん。同じやつや。うん。美味しい食べ方ありますね。グラムジャムの美味しい食べ方をご紹介しましょう。海外でインドに旅行した時などはもちろん現地で購入することもできますし、実はに最近日本でも簡単に手に入るようになっているグラムジャム。思わず手に入った時知っておくと。思わず手に入った時今や。思わず、あ、今か。俺らからスタ今や。今やな。知っておくと便利な美味しい食べ方を紹介します。温めて食べる。温めて食うてくれと。あ、電子レンジで軽く温めると甘さよりもカルダモンスパイスの香りが強調され、そのまま食べる食べ方よりも食べやすくなります。食べるってめっちゃ出てくるやん、この一行に。食べる食べ方よりも食べやすくて。必要以上に脳に強烈な甘さの刺激を感じることなく、コーヒーや紅茶でティータイムを楽しむ余裕が生まれます。無糖ヨーグルトと一緒に楽しむ。あ、これやね、多分。なるほど。な、無糖ヨーグルトと一緒に食うたら。無糖ヨーグルト。ああ。電子レンジありますけどね。いや、やめときましょう。もう。一かけらも入らないです。うん、やっていきましょう、これは。無糖ヨーグルトですわ。確かに、ヨーグルトやったらいけそう。うん。ヨーグルトさえありやな。ありや。残念。ありがとうございます。クソまずでしたね。さあ、うん、毎日毎日さ、はい、400円払ってさ、はあ、やってられんやん。タバコかな、かなんな、あれは。もう、来る日も来る日も400円払ってさ。まあまあ、しゃあないからな。プリクラ取るわけやんか。え、おい、え、金なんぼあっても、え、プリクラやってられへん。プリクラ取ってんの、お前。プリクラ取るやんか。誰と。いや、一人でよ。一人で取ってんの、お前。俺、プリトモおらんしさ。プリトモってなんやねん。だからもう、金なんぼあっても足らんからさ。なんでええの、お前は。もう、いっそのことさ。うん。俺、プリクラの本体こうたったんや。こうた、お前、おい。めちゃめちゃ高いで、あれ。めっちゃ高かったよ。新車のセルシオぐらいすんねんで、お前。セルシオぐらいした。セルシオ買うたらええのに、お前。いや、でもそんな毎日400円払うこと考えたらさ、うん、もう買うたは安いな、思ってさ。取らんでええねん、お前、プリクラなんか。だから俺今家にプリクラ置いてんのよ。置いてんの、お前、おい。よう入ったな、あんなでかいもん。めっちゃでかかったよ。ワンルームマンションやろ、お前、うん。ハイエースぐらいねんで、あれ。めっちゃでかかった。よう入ったね。お前、車好きやな。みんな好きやろ。うん。もうギチギチや家。ギチギチなんや。すっぽり入ってさ。ほう。もう俺今家プリクラなってん。家プリクラなの。え？もはや。もはや？プリクラ住んでんの。プリクラ住んでんの？どうなってんの家？いや玄関開けるやん。開けまんな。あのプリクラのカーテンあんのよ。もうあんねや。もう。で撮影スペースや。撮影スペースで。で奥のカーテン開けたら、うん、もうお風呂。お風呂ね。うんうん。以上？以上？おい。え？お台所は？お台所はね、あってん。あったって何？もう行かれへんねん。埋まってんの？埋まってんねん。押し入れは？もう、確かに存在した。埋まってんの、それも、うん。埋まって持てる。落書きスペースは？落書きスペースはね、こうやったらギリギリ行けるけど。ギリ行けんねや。うん、ただ、シール排出口には行かれへん。何のために撮ってんの、おい。行かれへん。何のために撮ってんの？でも、プリクラ撮りまくってたら、うん、溢れてきて拾える時がある。そんなんちゃうねん、プリクラ。いつぞ、プリクラが出てくるとか。ガチャガチャあらへんねんで、お前。でもあかんね。何がいいな。プリクラなんか家置いてあかん。飽きまへんでな、あんなもん。もう取りまくってま。そういうことやおまへんねん、あんた。あんたもう。やっちゃう。そういうことやおまへんねや、もう。俺、50枚ぐらい取ってんちゃうかな。1日で？いや、1時間で。取りすぎやって、お前。おい。パラパラ漫画いて、そんなもん。だからもう、電気代もさ、バカならんのよ。バカならんやろ、お前。あれ、やっかましいし、ピカピカ光るし、あれ、ちっちゃいドンキョーテやだ、あんなもん。電気代をさ、日割り計算したんよ。うん、じゃあどうも1日あたりさ、うん、500円かかってる。高なってるやん、おい。毎日毎日さ、おい、500円払ってやで。おい、プリクラ取るやん。ゲーセン行けよ、お前。おい。やってられんからさ、うん、俺もういっそのことを風呂場改造して発電所にしちゃったんよ。どうなってんの、お前んち。おい。え、風呂どうなってんの、風呂。俺んちの風呂、今火力発電所になってる。火力発電所になってんの。これでね、電気代がゼロになったんや。嘘つけ、お前。いや、ほんまに。嘘やろ。火力発電ってお前、燃料代めっちゃかかるって聞いたで、俺。いや、燃料は予算あるからさ。何？取ったプリクラ全部燃やしてるから、ね。何のために取ってんの、お前。おい。プリクラ燃やして、電気にして、うん、で、電気でプリクラ取って、ほんでまたそれで燃料作って、あれ？ほんでまた電気にして、プリクラ取って。ちょ、またんご、お前、おい。ん？永久期間じゃん。俺、永遠のエネルギーって見る。
だ燃やすやろ、うん、発電して、うん、ちょっと待って何のためにプリクラ撮ってんの。いやだから聞いてた、うん、燃料を作るためや。違うやろお前。楽しいプリクラ撮りたいからこうたんやろお前。お前俺楽しくプリクラ撮りたいからこうたんやろ。なあお前火力発電所のおっちゃんやけどなもん。俺発電所就職した思ってた。ちゃうでお前。プリクラ巻き発生装置ちゃうねんでお前。俺巻き発生装置って呼んでた。言うてたお前、うん、ちゃうでお前。しかもあれやでお前永久期間ちゃうわ。え永久期間やちゃうてお前プリクラの紙凍ってるやろ。お前俺プリクラの紙発注してる。発注してもてるやろ。永久期間ちゃうねんて。あかんわ。あしかもあれやでお前。えお前ち賃貸やろ。お前賃貸や。お前風呂ぶっ壊してもてるやんけ。賃貸のに風呂ぶっ壊してもた。チーン。おぎに。あれどうもこんばんは。ねえ。どうもまた来て。ロクバットです。お願いします。お願いします。ねえ。さあ。うん。この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え等身大のやつ。えで、それをラジコンにして走らして遊んでたんよ。えほんなら俺のラジコン途中で操作機関くなってさ、え走ってどっか行ってもうたんよ。は最近街で俺見てない。ちょっと何言ってんのお前。な自分の等身大のラジコン作ったん。うん。何それ、なんでそんなの作ったん。俺ラジコン作るの好きやねん。あそうな。うん。でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやねん。絶対ちゃうでお前。ほんまに。どうやないかお前みたいなもう。見てない街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ。探してんねんけど。見たわ。見た。うん。なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁。はあ。それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったように気性いなお前。見てない街で。俺あれやねん。俺のラジコンあれやねん。何漆塗りやねん。漆塗り真っ黒のやつやった。見たわ。見た見た。漆塗りのお前やった。見たわ。見た。うん。どこでネットオークション出たわ。売られてんのお前。え仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの。仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てんな。あのページな金ピカのもんめっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あそう。そんなんええわお前。おい堀川さんとあんた。あそう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ、うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけにほっとけ言うて。うえほっとけ。うらっしゃ。どうも金属バット。どうもどうも金属バットです。どうもどうも。あーおやつと小林で金属バットですわね。あ、ごめんなさい。一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ何。はい、私、はい、小林さんじゃないんです。あれあれ勝利やった、はい、お前読み。あ、そういうことじゃなくて。何お面白いこと言いますね。もう一回言って。えもう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。じゃなくて、何小林さんじゃないんです私。はい、小林じゃない。何言ってんのお前。この前ですね、ああ小林さんと神社でこうね、うん、こうバランってぶつかっちゃって、うん、で階段をこうコロコロコローってこう転がり落ちちゃってで入れ替わっちゃったんですね。だから私小林さんじゃないんです。え、わかります。いや、え小林じゃんだって。いや違うんですよ。この前ね、神社で聞いたよ、聞いてんの。バーンってなって、聞いてるコロコロコロってこう入れ替わっちゃった、うん、分かったって、うん、魂がって言った方がいいですか。いや、なんでもええよ、一緒やって。小林や、お前何言ってんのよ。いや、違うんですよ、それが。小林やないか、お前。いや、本当に違うんです。お前、あれやろ、好きな食べ物、麻婆豆腐やろ。いや、違いますね。え揚げたこ焼きです。え、はい、小林じゃないかもしれんな。違うでしょ。違うんですよ、本当に。え、好きな漫画何。好きな漫画、私ワンピースが好き。あ、違うな、はい、ストッパーブス島やもんなお前。あれだから違うんです。ええよな、本当に違うんです。お前の好きな製図道具何。製図道具って何ですか。え、雲形定規やろお前。どうしたお前。あれええどういうことですか。キャドあるある1個言って。キャドあるある、うん、キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれいや違います。小林さんじゃないんですよ。本当に本当なんです。誰じゃあんた。はじめまして、うん、ミスチルのベースです。誰やねんお前。おい誰じゃ。えでミスチルのベースキャドできんのかい。ミスチル、え知ってるでしょ。ミスチル、ミスチルはスターチルドレン、うん、のベース、ほらおったんベース。いやいますよ。あれ
桜井ピンちゃうのあれ。桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい言うとりますけども。何それ何それ。あの私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はい、お笑いなめんなよお前。いやこういうのじゃないんですか。なめんなお笑い。違うんですか。なんなお前。えミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって小林さんと。ダメな、はい、ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あそんな簡単な話じゃないんですよ。もう何がいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん、あのスピッツのベースと入れ替わって。誰やねんってお前。誰や誰やねんでしょ。お前もやねんそれは。地味なんですよ。お前もやって。誰やねんおい。ミスチルミスチル。一緒じゃ格上格上。一緒やねんどっちも愛されてるけど。何ですか。誰やねん。えおったんかいな。それもおる。そらいるでしょ。おった知らんかった。ピンや思った。あれも入れ替わっちゃってるんですよ。そいつ見っけてきて、はい、その3人でゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いやそんな簡単な話じゃないんですよ。もう何が起きてんねん今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかりねおい。みんなで神社でここ何なの。ベースってみんな悩んでんの。悩んでるでしょ。それはな地味なんですから。お前もなせやな。ああどこのベースと入れ替わった。今度はあの TOKIO のベースと入れ替わった。もうらんねんお前。おい TOKIO にベースはもうらんねや。いないんですか。今へんねや TOKIO に。えなんで。えバンドでしょ。バンドだったらベースがいるんじゃない。まあちょっと いないんですか。なんでいないんですか。なんかあんねん。ちょっとまあえなんでいないんですか。まあまあな。なんでいないんですか。まあまあ。なんですか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 。ダブルなんですか。ほんまに。今ちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え？刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか。異例の即日死刑やったかな。え？死刑なんですか。異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか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 。ダブル死刑なんですか。ほんまに何ですか。何ですかこれは本当に。えそうか。じゃあもう入れ替わっちゃったんですよ。あかんな。ダメですか。うん刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないな。あ一緒にやりましょう。だからできんのお前お笑いなんか。いや俺できますよ。さっき見たでしょ。不安しかないよお前。僕いろいろ見てきて勉強してきたんで。あ笑い勉強してんの。はい、あんまかいな。やりましょう。じゃから一緒に。じゃからじゃからな。いきなり広島弁。一緒にやりましょう。やってみようか。はいやりましょう。はいはい。どうも金属バットです。お願いします。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、合コンに行ったことがなくて。あ珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほらせっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あやらせてもらえますか。上手やね。行こう、はい、行きましょうか。じゃあ、まずは乾杯しようか、うん、はい、ビールでいい。ビールの人。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,155,156,167,168,179,190,191,192,193,174,155,156,167,168,179,190,191,192,
え、どっちパクってんねんお前。東京ホテルはタケルをパクるんやお前。なんでショウゴをパクんねんお前。あれ、僕ショウゴさんばっかり見てます。ショウゴなんかパク、タケルをパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんです、うん、画面の半分画用紙で隠して、うん、ショウゴさんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんや。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるんやかんねん。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、うん、いや、マチコンの規模完璧やろでした。あ、完璧やね、やっぱりですか。こっちをパクんねん。こっちをパクるんねん。あ、やっちゃいんねん。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手、それできへんから。そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ要せへんねん。そうなんです。あれむずいからわかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他は勉強してんの。見ました見ました。あ、何見てんの他。サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おいできてましたよね。あぎまへん、今できてます、ね、あぎまへんで大阪ホテイソン、あぎまへん
大阪ホテル飽きまへん飽きまへんできてましたよ後輩のパクってニコニコすなあかんわあそうですもうあかんちょっとお前やったらよちょ揺らしちゃダメですよああもうあんた何が揺らすからえ入れ替わっちゃいましたよ今何も入れ替わってへんがなお前何やねんなあなたの金玉と私の金玉がこう入れ替わっておいやめろよお前おい入れ替わっおい金玉返せよお前おい揺らすからもうあなたの金玉全部こっち来ましたおゼロ玉なってんけどお前おいもう玉がこんなに溜まったら溜まらんですな言うとりますけども溜まりまへんでなほんまにお前マジで玉返せよこれまか毎度金属バトルでございますはいね、喫煙所喫煙所でございました、はい、今回も喫煙所探しにやってきまして、はい、はいはいはい五反田に初めてねえ五反田今回五反田でございますねえ風俗街しかないって聞いたんですけどそうやねねえ、うん、多目的トイレですかじゃないですかこういう感じのとこなんかなねえ五反田 TOC ビルほう TOC ビル TOC ボタンでなんか大丈夫サラバとかのテリトリーですよねここは大丈夫なんですかここは見取り図のテリトリーなんですかでもない、どこの勢力にも属してないとこですかボタンが駅からはちょっと離れてるあ、ほんまでっかほな自由に座してもらいましょう行かせてもらいましょう挨拶回りとか行かなかったらな怖いからなサラバテナント空いてるなわすごいなむっちゃ空いてる大阪の OMM ビルもこんなんなあむっちゃ空いてるよもうすぐ解体されたんですあ、なるほどあそうなんすかはあ東京最近むっちゃ解体すんななあ東京駅の周りもほぼほぼぶっ潰してるもんなそんな立派なもん解体せんでもヤニ神様？ヤニ神様や。ヤニ神様。このビルなくなってるやつ。どこ行くんや。なあ。まあまあいいです。持ってくるから。うわ。うわ嬉しいな。あれしよかった。調子良ければ富士山も見えるんですけどね。今日で調子良くなかったもん。完璧で快晴ですもん。もうちょっとあらへん。多分こっち川崎とか違う あれこはははあニトリもあるやんお前ら紫のもやがかかってんなうちの子がめっちゃええやんここいいなめっちゃええなうん寝れるもんな寝れるよなやったぼっこにこれ雨やと終わんのかでも雨は終わりや雨は完全に終わりや雨全くないなしのげる場所がその場はなんか遊具があったりするんだけどな、うんうん、ただ広いスペースただただ広いとヤニ神様、うん、ありがてあの森は何やろあの森なんすか森あの森なんだよ立志の森公園立志の森風俗ですかボタンだから公園ですか野生プレイが楽しめるお前青川のこと野生プレイって言ってもいやこのあの店ではななるほどな俺は言ってないで店ではないんですよねあ、まあなるほどそういう体でね
っちゃええな。うん、わざわざ登る価値ある。価値ありですね、これは。どうなるんですよね、ここも。でもあ、全然ちゃいますわだってこれもありやもんな、これありよ。こうもええもんな。いいよいいよ、こうしたらって、うん、全然いいもんな。めっちゃええなお前ぴったりやなお前用やん、この椅子持って帰るかな、これこんなジャストあるかめっちゃええな、日向タバコとしてタバコ吸って。弁当もここで食うな、多分。ここで働いたら絶対そうや な。昔あの梅田のさ、ポスト吉本かなんかあったやん、うん、あそこの横公園やったやん、うん、たまに昼行ったら竹下コーナーしてたよな、横の公園でベンチで日向ぼっこしてたよな意外と日向ぼっこ好きやからな。うん、釣りバカ日誌みたいなね、釣りバカ日誌こんなんありましたよね、昔のリーマンね。え、うわ、これもできんのか。じゃあこれもできんのか。おはあ、午後から会議か。あ、肺落ちたよ完全に肺がいいね、英服やからいや、紙に落ちたよ。え、切って小林、切って持ってきて、高枝切りばさみ持ってきて。燃えちぎれんじゃん。ここほんまにいいっすね。ここ春場で温めてたんですよ卵みたいに言うてあった儲けもんですね、これ。ちょっとえ、おかわりでしょ、こんなの。これおかわりでしたろ。これめちゃくちゃええやん。いいんだね、過去最高ちゃん、これ。ここめっちゃええな。3月に取り壊される。え、もう言うてんのやん。今3月やから。末まで。末までっぽいっす。うわ、急げやな。うわ、ルミネがこれやったらええのに。ルミネ座吉本とか。祇園花月もな。こんなんやったらええのに。隠してるだけで屋上困難かもしれんね。みんな隠してるけど。ここ行ったよ、今のとこ。今、四天王寺におる、あの池の亀の気持ち分かったわ。まあ、するわな、この太陽。こんな浴びれるなら。今日最高っすね。スーパー青空。わし葬式ここでしたいっすわ。3月までに死ねよ、じゃあ間に合うぞ、まだ折れるかな。なんか思い出あんねやろな、いろんな、みんなこの景色あるやろ、そうだなあ。俺でもあんもんね。気早いってこの時点で気早いねんな。はよ思い出にせんともなくなるから。どうなってまうから。あんなビルなかったねとか言うんやろな。採点をお願いします。小林くん、じゃあお願いします。25単打です。いいか悪いんか分からへんねや。え、1号単打はなんぼや。他のレートで言うぐらい。1号単打はキャスター2カートンやから。あ、すごいな。5単打価値低っ。5単打の価値低いんちゃうか。すごい低いんじゃないか。だから50カートンやね。50カートン、キャスター50カートン、カートン分最高やんけ。一眼レフ。あ、カメラマンじゃないよね。カメラマンでええのにな。なんか一個ずれるよな。ねえ、始まりました。どうも、金属バットのボンバッタでございます。はい、やった。ねえ、おめでとうございます。新宿のタバコの吸えるとこです。やった。やりました。引き続きありがとうございます。ねえ。
いや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 、うるう年ですからね、今年はね。は、火つけたろかな、これ。もう、燃やしていいんちゃうけど。いけるね、小林。いけるなぁ。つくね。お線香みたいな。ノーマン体線香。おぉ。浴びとこ。かしくなるで。いやー思いつく限りの悪行ねえ、ありがとうございます。ウルウド氏なんで、燃やして捨てる。3月6日は何の日ですか？3月6日はひな祭りの3月6日はひな祭り、3月7日もひな祭り。ハッピーバースデーですね。ハッピーバースデーとでも申しましょうか。3月9日。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。もうええって。もうええって、もうこれもう毎年ええって。毎回買い直してる。もうええってこれ。毎年。何年やんねんこれ。これ去年もここでやらなかったか。同じやつなのか、毎回買ってるのかが。去年もやった気すんぞ、ここ。ここ？うん。見たぞこれ、見たって、見たってボールペンな、ペン先やろ、やったってこれ確かペン先やんっていうのやったって、もう見たって、ボールペンの先っぽアップにしたやつやんこれなあ、ペン先やね、モニターがついてる、パワーアップしてる、お前も機能が上がってんねんな。このボケやってないよな、まだ。まあ面白くないから、やらんでいい、面白くないからやらんではない、なんでやってないかって言ったら面白くないからや、理由があるね、なんでも思いつくけどやってないってことは、うん、ええってこれ毎年思んないってこれ、ね、需要がないって TP、 これは今年で廃止します。なんでや今やめれんねんって。今やめれる、まだ脱ぐだけやもん。何を毎年これ、小林さんの好きなものを作ろうと思います。好きなもの、ワルキューレルーン、バイクのね。マジかよ。いや踏み出したら、ね、作れる、何年かかんねん、あれ龍神ジャパン行かな、売ってないで。うん、俺オイル交換しかできんねん、バイク。一番好きな甘いものは何ですか？一番好きな甘いもの、おぎりやで、まあ愛人ですかね。もう一個、ダメですか？もう一個、ダメですか？もう一個、もう一個、もう一回 TV 振って。一番好きな甘いものは何ですか？甘いもの、まあ、妖精の右腕ですかね。もう一個いけるか、もう一個いこう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 、もう一個いける。一番好きな甘いものは何ですか？私の、うん、親指爪ですね。キャラなんなお前ずっと。私とかなんなん。どういうキャラで入ってるの。甘いもの博士やんけ。甘いもの博士やんけ。誕生日やからね。大好物、モンブランを作りました。あ、モンブランか。大好物やったんか。ケーキの中では一番かな。あ、ほんま。ええ。なんでそんなの。作りましょうよ。イエー。やった。回収すんの？小林つけときじゃん。色変えてみる。赤かな。赤か。何が食べるとき青にしましょう。食べるときは銀にしましょう。モンブラン作れねえね。モンブランって。こんなモンブラン作ろうなんか思ったことあるよ。思ったことないな。なあ。味確かめたいな。このクリームが確かか、ちょっと一回眠らしてください。すみません、申し訳ない。一回眠らしてください。こう有名やもんな。わしに眠らしてください。かまへんでか。おお。ああ。もう今日殺してくれ。うまい。生クリームうまいよな。うまいな。もうこれでいけんちゃうんか。ちょっともうスピーカー手やらして殺してくれ、わしを殺してくれ。モンブランが好きってこれが好きってことやな、俺多分。あ、そうかも、結局は。よう、うわ、どう、うわ、キモい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 、うわ、キモい。どう。ちょっと待って、口開けて、もうここで6本ぐらいいけるやんけ。どう、これでよかったんや。こんなんいらんかって、俺だって別に
キジ好きじゃないもん。そうよな、キジフューチャーしたことないもんな。うんうんうん。あ、これはいいわ。お前下、どういうこと、どういうこと、下え、モンブラン、僕もああもったいないバフンみたいな出てきたぞモンブランって下爆発するんだよ。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。破れたんや。よかった、俺んちで、俺んちでよかったな。お前んち、お邪魔してます。よかったな、すみません、ありがとうございます。いやいやいや、これで足りたやん。できました。いや最高やん、これなあ、幸せすぎるな。生クリームやな、やっぱ生クリームやな、結局うまみってさしすそやな、さしすそなんやな料理の6大さしすそな、さしすせそな普通に栗食うてるやん。うわぁ、栗クリームマジでうまい。モンブランよりうまいまである。え、栗クリーム、栗クリーム、栗クリームか、クリーム、栗刺さらん、刺さらん。もう指使いや、あんた忘れてるけど。え、指ってある、あんねんで。うわ、サラクリームやん。サラクリーム、サラクリームマン何も出るやか。ブライトマンにはかからんかったな。あ、もっと言った方がいいよ、お前誕生日やねんから。マジかよ、おい、お前ここにこれもかけたら本物のモンブランやん。はやで AV 女優の行く行け、なんてなんてAV 女優のコーナーモンブランだって。それ君モンブランやん、お前。松浦彩のね、松浦彩のそっくりさんのモンブランですか。松浦彩のそっくりさんやったっけ。ええー、そうだよ。まあこれやちょっと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 ちょい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 、味噌やん、竹屋味噌出てきたやん。合わせ味噌ですやん、出てくんねん。え、うーわ、うー、俺どう、すげえな、今日唐揚げ食って、うん、クリーム食って、ど、明日死ぬんじゃん、俺。でっかいニキビなってんじゃん、俺、起きたら。そうじゃなくて、何ですか、こっちに行って、これをこっちにってこと。その味噌を、味噌って言ってるやん。一回チューブに入れて、チューブからやってほしかったですけど。え、このクリーをここに入れてってことですか。何でもいいです。何でもいいんだ、黙っとけや。ハイザラ持ってこい。お前最高やんけ。お前、お前、それはそうやわな。ちょっとこれだけ味見てみるわ。あ、美味しくない。嘘やん。俺嫌いやわ、やっぱり。なんで、お前そうか、栗バカにしてたな。栗なんかな、クリームないと食われんねんから。クリームのせのために生まれた果物だね、栗は。え、これだ、これ、これや、これやわ、やっぱり。これが本物のモンブランや、小林。あーお前、割れんねや。嫌なんや。俺を否定するか、栗が。これ二度漬け OK？ 二度漬け OK。 うめえ、うめえな。うまいな。うめえわ。うーん、もう絶対これやん。俺見つけたわ、正解。あ、お前そっちやな。これやわ。お前絶対これやんねんもんな。これや、これ、これで、おばあちゃん、うん、おばあちゃん、これでこうや。うまい。これや。お前ってやつだよ。絶対にこれやわ。オレオやん。うーわ、うーわ、生クリームバーガー、あ、最高やわ、小林。お前なくなったやんけ、ビスケット。生クリームバーガーどういう手の動きが気になるわ。生クリームバーガーこれ最高やわ、小林。おでも二口目からはクリームがいいさ、ほら全部出るから。そうか、圧力に負けんのか。うん、うん、最高やん。追加された。うわわわ、嬉しい。それはやりたいな。バリ取り、バリ取りするぜ、ごめん。バリ取りできるぞ。バリがうまいね。最高やんけ。うまっ。それはやりたいな。あ、もうこれでええな。毎年。うん。うん。こんな毎日やったら、今もな。完全に。これもう一個か、じゃあ。お前、そうやな。ちょっとでいいな。そっちに生クリーム入れたかったな。ブイーンって出る。ああ、ほんまやな。なあ、腸詰めみたいで。
これやな。本物のモンブランです。本物のモンブランはこれや。本物のモンブランいただきました。うん、明日じゃあ同じ時間来てください。本物のモンブラン食べさせてあげますよ。これで出てきたブチッ。バラユーザーが。さすがのユーザー。なんだこのゲビ試しは。よし、ちょっとこれ合わせてみるわ。少量やったらいけるやろ。うん。あ、少量はうまいな。何がそんな嫌いなんか意味わからんけどな。じゃあ栗みたいなもんがな、ケーキずらすんだっていう話やね。お茶から言わしてもらうとな。C の問題な。そうやね。もうこれやわ。これがモンブランや。これがモンブランや、これ。これや。我が食べてたモンブランはこれや。それは騙されてんねん。幼少期に騙されてんねん、それは。それに比べてここにあるモンブランはゴミや。ハゲがよ。うまっ。モンブラン美味しいですね。いいですね。久々に親に見られたくらいなと思ったもん。いや、栗うま。栗な。栗なんか食うことないからな。栗高いからな。栗高いね。栗って高いよな。高い。なんだあなたがよな、栗みたいなもんが。コーヒー欲しいな。うまい。これやわ。これもモンブランや。これもモンブランや、小林。全部モンブランやな。全部モンブランや。こんなもん。こんなもん、何しろモンブランや、もう。コーヒー買ってきますよ。ホットなんてある。あ、そういうことか。大丈夫です、大丈夫。これがモンブランやな。これがモンブランや。1位のモンブラン。1位のモンブランやな、これは。これやった。これもモンブラン。俺誕生日から作ったるわ。これのモンブラン。これ俺が考えうるモンブラン。お前やった、これ。バーガースタイルじゃないの。バーガースタイルじゃない。バーガースタイルは違うかった。あれはバーガーや。これモンブランやぞ。マジで。俺1個正解やと思うわ。これモンブラン。マジモンブラン。ロブションのモンブラン。これぞモンブランや。これがロブション。これはモンブランやぞ、小林。うまっ。うまもう、何かしらの法律に違反してるんで、捕まえてくださいよ。私待ってますわ、ここで。もう逮捕してください。もういいですわ、これで捕まるんやったら。かまへんわ。なんかちょっとトリップしてきたな。うん、もうすごいよな。すごいいっぱい色が見えるもんな。うん、生きるって楽しいな。うま。今日めっちゃ滑るんちゃうな。こんなことしてたら。今日夜からルミネやけど。うん、負けんちゃん、セカンドも。そこまで引きずる。結構まだよ。幸せすぎる、これ。モンブラン美味しいな。なんて汚いんだ、君とモンブランは。あの、ソフトクリームのミックスみたいに出したいな。あー、お前、それはほんまにそうやわ。ま、無理やけど。ちょっと行ける。あ、これどうしたらいいんや。あ、そうか、2個持ってこうしたらいいんや。そうや、先生、先生。先生、先生。どうなってんねん、お前。おい、味噌やねん、もう。上ではバコーンって抜いて、ギュッて絞って、バコーンって、バコーンって抜くか、こうか、バコ抜きして、バコ抜きして、もうちょいバコったらいいんちゃう。おー、ナイスナイス。で、汚れるのは糸輪
わず、もう汚れはしょうがないセット完了よし。でこれ落ちたやろ今お前え、どうしたいやで、こうギューじゃない、ギューああギューの土台がいるやろ、ここあそ、まあビスケットやな、モンブランといえばいけん、あーちょっとその粘土が違うわ、ほら粘土が違うねん、粘土が違うねん粘土が違うねん、片方だけブリブリ出てる、片方だけブリブリ出てるって小林粘土がこれでも一緒やんけ、じゃあさっきもうちょっと待ってちょっと待って、もうでこれ切って、あーモンブランが、これ切って、うん、モンブラン入れたらミックスモンブラン、ミックスモンブランや、これどうやろう、あ、大きいんでございます、いえこれ切って こんなもんもう邪魔や、上なんかそれを切っ てもう中にモンブランを掘り込むよ、うんうんうん、モンブランもうこっちで掘り込んだら早いお前天才すぎるお前ここに来て天才すぎる、お前は戦いの中で戦いを覚えるタイプやった、これをこれで、これで、ま、でぐちゃんね、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 パティシエの下積みもこんなんなんやろな、全く一緒やろ、みんなフランスでこれやってんねんあーお前危ないぞ、漏れてるぞ、え下から、あお前調教済みやないか、きっしょいのわしきっしょいのちょやろ、お来た あ、究極のモンブランや、うわ超巨大やなんで出てくんねん、うまっ、うわあ幸せ、いいなあ、あ幸せ、あお気に、ありがとうございます、あめっちゃ幸せやんこれ、あー嬉しい、あーいやちょっと灰皿いただいていいですか、いや最高やん、幸せは作れるんやな、なあ、ありがとうございます、歩いてくるもんじゃないねん言うてたわ、水前寺もチーターも言ってたよ、幸せは歩いてくるもんじゃない言うて、絞り出せって言ってたわ、混ぜて絞り出せって言ってたわいやいやちょっと一服しようこれは、これは成し遂げたな、うん、たどり着いたわ、これ成し遂げたな、おいくつなられたんですか、38です、やっと大人の男や、38からやからな男は、うん、37なんかクソガキの童貞やからなクソガキ童貞よ37なんか、38からか、38からやっと一人前の男、うん、うまっ、成し遂げた、これ2000回再生はあるな、うん、この料理、この料理2000回再生は硬い、うんうん、主婦層に刺さる、刺さる、うん、番組から誕生日プレゼントも用意しています、究極のモンブラン、おめでとうございます、何でしょうか、何でしょうか、あと何いただいたんですか、お、チュンリーや、チュンリーステージにおる人や、チュンリーステージにおる人はチュンリーやお前チュンリーやんけ、そうそうチュンリーや、百列客のありがとうございます、モーションティオフィシャル、モーマンタイの、あ、モーマンタイオフィシャル T シャツじゃないんすよ攻めすぎやろはい、ありがとうございます、いやチュンリー着るか、おエロかったですか、ちょっと君かぶっといてね、何や今の何や今の
馬のプーさんみたいなこと言いやがってお前。いやー全部脱ぐやほんまに、ほんまに全部脱ぐや。よいしょよいしょね。どうもバットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属、金属バットです。同じ絵面やねあんた。ねえ、うん、ねえ僕ら金属バット言いましてね。はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね僕ら2人とも大阪でね。うん、来まして、大阪言うたらね、有名なもんがありまして。うん、有名なもん。大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして。ねえ。ちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何？ハープとティアラの街。そうなんです。すみませんね。大阪のハープとティアラの街ですね。そこから来ましてね。で、ダース溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友達ですね。見たら分かると思いますけど。見たら分かりますかね。分かりますかね。分かるでしょ。分かったかな。大丈夫でしょ。分かってるね。大丈夫大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん。僕ら This is 漫才師です。This is漫才師、うん、お、いいね。ザットイズ漫才師。ザットイズ。違うんちゃうか。フーイズ漫才師。フーイズ、うん。なんか横文字が似合えへんのちゃうか。うん、これぞ漫才師。なんかな、漫才師のご両人。ご両人です、僕ら。漫才師のご両人ですか。ご両人でやらせてもらってて。こんばんは。漫才師ってね、うん、立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。立ち仕事のさ、接客業やん。むちゃむちゃざっくり言うたな。うん、省き倒したらそうやな。きつい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何？歩いてきただけやでそこ。そこ信じられん距離。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級やであんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてる。すごい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休めようちゃうねんあれ。舐めとんだあれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前おい。なんやねん。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。もうそうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあじゃあコント師はさ、百歩譲って許すねんけど。偉そうやの。問題はよ。うん。あの落語家どもよ。おいおいお前おいおい。あかんやろあれ。おい。あ出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい。大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前おい。あれ？おい。舐めすぎやろあれ。ちょっと。え？小林。何？ちょっとお前。どうした？どうした？こっちのセリフやで。お前は。どうした？落語家は。舐めとんの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 ってやっぱ。3桁年前のネタしとるからな。何百年やってんねん、お前。どんだけこすんねん、お前。もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけだよ。玉見せるだけあんなもん。なあ、あれ。なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、ちゃうよ。なあ、あれ、熱いんやったら来てくれよな、あんな。そうや。視野で、ほんまに。で、熱いからすぐあれやろ。なんや。うちわで会うやろ。会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いやもう立ってられんくなると思うねん。いけるってお前。いや今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな俺ら、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やってお前。え？知ってるかお前。何？糸恋先生。糸恋先生？糸し恋し先生。あの人らもう死ぬ間際までネタしてはってんで。あそうそうよ。最後なんかお前楽屋何2丁のピストル入ってきたん思って腰曲がりすぎて。こんなの2丁拳銃入ってきたん思ってマイクの前行ったらバチンってなる。バチンなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさもう今のうちにさ、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、そういや落語ってな、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。あ知ってるかお前。そば食わんといかんねん。いやそばぐらい食ったらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみようかな。ほらおい簡単やんこんな。見てみよお前マックシェイク飲んでもてんけそれ。おい
マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してる。江戸にマックシェイクがあるかってバーン泣かないんだもん。一番痛いとこ泣くな。一番痛い。正中線。正中線どんずっとかバチッいかるんだもん。それは嫌やな。そうか。でもあれよ。正座しちゃんといかんねん。いやあれ正座してんのあれ。何や思ってお前。掘りごたつじゃない。えぐれてないねんから。あそう。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。あずっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんねん。正座してはんのか。お前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。ね、師匠と歩いてて、うん、おい、おいハゲノスケ、ハゲノスケお前、おい、ハゲノスケっていうのは俺でええんやな、お前、そうやな、これや、え、俺、なんすか、俺や、あ、プリクラですか、コーダーピースちゃんのお前、おい、そんなおもろい師匠おらんのお前、え、ハゲノスケ、あと5秒や、早く、コーダーピースせな、おらんの、おいじゃない、一生ついてくるそんな師匠、違うの、せやで、何、タバコ、タバコや、タバコ、タバコや、あとあるよ、街歩いてても、うん、おい、ハゲノスケお前。え軍閥の樽やないけおい軍閥の樽お前ごっくんばでいいやおい下品な言葉おい言葉を仕事にしてる人とは思われへんおいハゲノスケ早く早く何すかタマスダレやタマスダレ、うん、何するんすかタマナンパやんけお前タマスダレってナンパするんすかナンパ道具やろあれナンパ道具どうやってすんの女の好きなもん作んねやろあれああそうかあれでタピオカとか作ったやんエグザイルとか作ったら一撃やろ一撃釣れんのかバカもんやでお前えバカもバラもバーンやで正中線ああ五段の時はドン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 正中線死んでまうそれは嫌やな大変よ落語家落語家きついんか3桁年前のネタでウケなあかんからなそもそもそうか昔のネタでウケなあかんから無理やろ俺らめちゃめちゃすごいんかなそれはきついなせやでじゃあまあ漫才師でいいんかな漫才師やっぱりでも俺などうしても座りたいんよ何やねお前もう楽したってなんじゃこいつはでもあれでよかなんでか座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうかおあとよろしいんちゃいまくのありがとうございますええええええ花ないね花ないねやってまだねすいませんあすいませんメリークリスマスねどうも、ええ、言うとかんとねいいねはいさうんクックあるやんクックありまんなクックあの掛け算のやつあるねうんあれがちょっとさ、うん、俺うる覚えでさええ、うん、お前いくつ30終わってんのお前マジで、うん、ククでけんのいやまあちょっと覚えてんねんけどちょっと覚えてんのうんおうじゃ確認してもらっていいかな構えへんよ言ってみて陰一が11からいくいらんって1の段なんかいらん1を、うん、まあまあ陰2が2おう陰3が3できてるやん陰4が4おう陰五寸五寸あれおいあれ六ん六んちょっとあんたおい陰七ちんおいちんえ陰八陰八おい陰ククンククンここまではいけんねん全然ちゃうておいもな二の段がちゃう待ておいえ全然ちゃうて何がちゃうの何もかもちゃう答え答えとかじゃない式じゃあ概念が間違ってるのか概念が間違ってるもう一回言ってみて陰一が一からじゃない四の後から言って四の後陰四が四陰五寸五寸何やねんお前おい陰おいクン六ちょ待ておいっておいえ何一かける五何インゴスンゴスンやろ答えはスンスンって何 1×6 はイン6ン6ンやからクンクンな、うん、1,2,3,4 スンクンなお前ほんまやなちゃうお前中国の学校行ってた行ってない行ってないよなほんまやわ 1×7 はイン4チン4チンやからチンチンうん 1×8 はイン8ン8ンやからチンチンダブってなお前うん、そうやね。俺もおかしい思う。ああ、チンダブってるよな。これ多分あれやね。何やね。数学のパラドックスや。あ、ちゃうちゃう、そんなんもんちゃう。そんなんもんちゃうってお前。1×9 はインククンククンやから、クンクン。クンククンって何やねん、お前。子犬抱いてんのお前。いや、抱いてないよ。全然わかんない、お前。そう、二の段いけるかな、俺。二の段いけるいけると思う。1の段あれやったから2負けおちゃうお前。大丈夫大丈夫やと思うけど。言ってみて。2、1が2、2、2が4、2、3が6、この辺。2、4が8、2、5、4。ええって、おい、もうええわ、おい。2、な、くん、ええって、おい、待てよ。何何やねん、お前。え2×5 何人五寸五寸やろうん。寸じゃないまた寸やんけ、お前。え ?2×6 は人六ん六んやか、くんやろまたくんや、お前。これあれなんじゃん。なんやねん。ククって破綻してんの破綻してないんやろ、おい。えククはうまいことできたんだ。あんなもんじゃ掛け算表され。掛け算できてんねん、あれで。そう全然あかんや、お前。そうかね。三の段いける三の段はね、俺習ってない。習ってないとかないねん、ククってない4は4も習ってないとかないねんて、おい。これあの選択科目で2までしか取らんかった。じゃあそんなんちゃうねん。ククってセット売りやねん。セット売りなんバラ売りしてんねん、ククバラ売りしてんねん。うん。あ、そうな。全然わかんねんけ、お前。5の段はいけると思うわ。大丈夫やん、5。うん。
おい、統計取ってねんで、お前。え？お前5でバグんねん。5でバグ？うん。じゃあ5の段簡単やねん。簡単やけど。うん。覚えやすい。覚えやすいんだけど。全部答え一緒やし。あ、大丈夫お前。大丈夫、大丈夫。簡単あれ。ちょっと言ってみて。五寸、五寸、五寸。おい。五寸、五寸、五寸。東大阪やねん。五寸、五寸、五寸。東大阪、お前。五寸、五寸、五寸。あの、工場いっぱいある、大阪で。五寸、五寸。東京で言ったら何や。五寸、五寸。海沿いかな、海沿いの方のお手や。五寸、五寸、五寸。な、工場やんけ、お前もう。おい。五寸、五寸。今7くらいか。じゃあそんなんちゃうて、おい。この段工場する時間ちゃうねんて。工場する時間ちゃうねん、おい。CPU 作る時間ちゃう。CPU 作ってたやん。おい、自動車のベアリングや思ったわ。もうどうでもええわ、ほんな。どうでもええわ。マジでどうでもよかったや。全然あかんけど。あかんから。いけると思うけどな。いける？うん。2×9、肉は？肉はうまい。うん。8×8、葉っぱは？葉っぱはまずい。子供か、お前。